チームで中高人やっておりますポーちゃんです。皆さん、この度ついに念願のあれが届きました。長かったんですよ。全 YouTuber 待望のあれです。あれですね、ついに来ました。長かったよ。いや、おめでとうございます。鉄のあれです。あれですね、鋼です。重みがあるの。俺も届いた瞬間、こんな重いのって思ったの。びっくりしたよ、マジで。チャンネルの視聴者たちもね、まだ届いてないのみたいな感じで動画出してくださいよってずっと言ってるんだよ。まあ早くね、ちょっと見たいですよね。俺もぶっちゃけそう、ついに届いたんですね。うん、もう待ちに待ったんです。でもこれはもう本当、まず皆さんにお感謝をしたいんですね。圧倒的シェシェです。はい、ちょっと出したいと思います。お願いします。ついに届きました、超合金ライガーゼロです。はいはい、いい、はい、こいつです。え、こいつです。そう、思ってたのと違うな。なんかこれは視聴者様が去年クリスマスあたりに送ってきたプレゼントなんですよちょっとだいぶ前ですね。じゃあ、いや、でもあの時まだ10万人になってないから。ああ、なるほど、そうですね。そうそうそう、確かに、まあまあ、10万人になったら絶対あげるって思ったの。だから未開封です。今日はちょっとこいつを開けたいなと思います。重いよ、鉄や鉄なんだこれ。超合金ですから。あ、でも確かになんかすごい立派だないや、ちょっとさ、欲しい欲しいで言って、いや、もうマジで本当にちょっとマジ圧倒的シェイシェイです。おー、あー、この、なるほど、超合金シリーズ、俺人生初めてかもしれないです。あ、ゾイドでは初めてですか。ゾイドではじゃなくて、このシリーズ、超合金でいうこのシリーズね。あるんだ、へぇ。そうそうそう、もう、素晴らしい。すごいね、こんなかっこいいものをプレゼントでいただくなんて。いや、もう本当はねぇ、このためにちょっとね、10万人頑張ろう、目指そうって思ったの。あ、そうなんだ、これ開けるためにね。そうそうそう、うわ、こんな感じなんや。うわ、こんな感じなんや。倉庫があって、なるほどね。で、本体ね、すごい厳重だね、発泡スチロールに入ってんだ。いや、まあ超合金は鉄シリーズはだいたいこれ入ってるんだから。おやばいよこれ。おうおうおうおお、重い。尻尾とかすげえな。おい、マジか。尻尾の関節全部動くんやけ動くんやんけ。ちょっと一回待ってみ。もう、もう言葉だと分かんないです。ああ、ああ、ああ、やばい、ずっしりくるね、マジで。そう、いつものあの感じと違うわ。このパッケージはタカラトミーのライガーゼロと同じパッケージだと思います。これはタカラトミーさんの出たやつのパッケージの、リスペクトだと思います。素晴らしい。これがバンダイ様とタカラトミー様のコラボでございます。どんな YouTuber のコラボよりはすごい本当に。はい、今日の動画はここまで。いや、嘘だろおい。はい、え、またこのパターン。いや、なんかね、多分俺とか視聴者の方が思ってたのとは違うと思うんだこれ。視聴者が送ってきたから送ってたやつでしょ。まあついに届いたんやって。ごく一部の方はそうかもしれないけど違うのよやっぱ。ああ、あれか。それですよ、我々が見たいのは。いや、ちょっと恥ずかしいからね、ちょっとね。しかも使い道がね、あんまなくてさ。使い道がない。そう、でもまあすごくありがたいんですよ。いや、もう相当ありがたいでしょう。はい、視聴者からのえお祝い、これもらって結構嬉しいんですよ。でも使い道がね、多分うちにはないんだよな。なんかね、すごく高級
高級な皿とか視聴者からもらったんですよ。おおおおおお、そう、 なんかすごいな。2個セットなんですよ、金と銀で。そう、はえー、で、え、なんだ、ティーカップも。おおおおおお、確かにこれポーさん使い道ないな。いつもあの直飲みだからシェイカーでプロテイン飲むぐらいだから。そう、めっちゃおしゃれやん。めっちゃ西洋だねこれ。そう、ティータイムだ。ティータイム、女性を家に呼んだらちょっとこれ出すから、あ、こいつセンスあるなって、うん、え、こんなおしゃれなのって、そういうことですよね。まあそうだね、じゃあ使い道あるじゃないですか。まああのごく一部の時間に限るんだけどねいやでも本当に、いやすごい、いやすごいね、金と銀ですね。うん、これはちょっとね、なんか出すとちょっと汚くなるから、だからずっとしまっといてるんですよ。あ、取ってあるんだね。そうそうそう、なるほどね。どっかちょっと将来結婚したらちょっと、まあ、真っ先にちょっとこれを使おう。おお、そう、いやでも嬉しい、これを。確かに、ゾイドを飾りたいと思います。うん、ゾイドはちょっとね、ちょうどふさわしい背景が必要なんですよ。このゾイドを届いた時も絶対これと一緒に飾ろうっていうやつがあるんですよ。うん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 、これを背景にしたら絶対かっけえやん。いや、それが見たかったんだよ最初から。え？これ、これとこれでしょ。いや、まあそれも確かにね、見たかったですけど、違うのよやっぱ。何か今手に持ってるそれでしょ。これでゾイドの背景にするな。ゾイドの背景でしょ。全面に出してけ、その今持ってるものを。ゾイドの背景ですよ。で、重さ 1.5 キロか、うん、ゾイドの方が重いからね。そんなわけある、うん、そうだ、ゾイドの方が重いからねでもその方がでかいでしょ、大きさとしては。だからちゃんとね、背景としてはちょっと使えるんですよいや背景じゃないでしょ、どう考えてもメインに真ん中にドーンでしょ。いやいや背景だよ。すごい、いっぱい書いてる。おー、そういう紙が届くんですね。へえ。いや比べるな、そこをいや同じ鉄やからさ。別物だからあー、そんな感じね。はいはいはい。なんかあまり感動がゾイドの時よりないな。こんな感じね、はいはいはいじゃないのよ。おお、これも飾れるな。うん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 。あんまそういうことしないよな。縦の裏叩かないだろう。なるほど、中身は空っぽですよ。やめなさい本当に。でも試乗者がくれたやつ、こいつはみっちりですまあそうだな、比べるとね、超合金でな。おーおーおー、いや輝きがすごいよ。どうどうどう、ゾイドで合う、なんか割と合ってるわ。ほら、いや俺マジでわかるからあ、これ多分ね、これと似合うなって。うん、こんな感じだね。そう、俺もうゾイドの背景としてちょうどいいのよこれマジで まあ使い方としては間違ってるけど、意外となんか全然合ってねえわとも言えなかったわ。いや合ってるんだよ、うん、似合うんですこれは。なんかね、うん、いやすげえ。いやそれが見たかったんだよ我々は。まあまあまあ、チアパンはちょっとここまでにしようか、うん、いやこれはもう本当はちょっと感動ですわ。ちなみにちょっと見てください、趣味で中国人ポーちゃんあるよって。チャンネルだと英語なんだよ、 POはいはい。そうで最初ね、最初はメール届いて、なんかね自分で申し込み行かなきゃいけないから、だからスタッフお願いしたんですよ。うん、英語だからで全く全部わかんなくてね。うん、でちょっとお願いしたらチャンネル名がダメなんだよ、人を軽蔑するような言葉が入ってるみたいな。うん、俺中国人がダメなんですみたいな。いやそれ言ったらもうしまいよポーさん俺
いや困ったなんで。ねアイデンティティが。中国人が差別言葉なのかなって、まあ、確かにちょっと差別されてきたんだけど、あれそれは中国で世界に差別されてるのかと思ったんやけど、うん、いやこれやったらいいんだけど、欲しいも大丈夫。うん。うん。POO の時ダメだった。やっぱね、PO 英語で訳すとうんこの意味だから、あーちょっと良くないですね。そこ引っかかっちゃったから、あだからあのカタカナにしたの。うん、そう、いやまあ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 、これ多分ね、YouTube 俺だけで空戦したのかな。そう、この名前のところで。まさかでしたね、それは。そう、まさかでしたよ。でもまあカタカナにして無事いただけたということで。そうそうそう、いやこれは嬉しいな。うん。飾るところ、そうだな、ちょっとこっち。お。いつもあのここで寝てるんですけど、はい、まあこれでいいんじゃない。うんうん、うわもうめちゃくちゃ合うんじゃん。いや逆だろう。いやめちゃくちゃ合うやこれ。チャンネル名が見えてないよもう。いやまああのちょっとあのYouTube に脅威されたチャンネル名なんで、ちょっとどうでもいいんですよ。ちょうどゾイドで。納得いってないんかよ、名前。いやー、いいね。これを見て、毎日感謝の気持ちを、あの、抱いて、ちょっとあの、毎日、あの、永眠しようかなと思います。永遠に眠っちゃうから。快眠な？快眠から。うん。マジで似合うんだよ。やっぱもうゾイと届いた瞬間、そう、やっぱ背景は、これがちょうどいいんだよ。たまたまね、ここが、これがあって。そう。やっぱね、もう想像通りです、うん、フィギュアと通じ合ってたですよ。こういうことですよ皆さん。盾を飾ろうじゃなくてゾイドをいかにかっこよく飾ろうかっていうところなんだ。まあこれもあのみんな試乗者ですからね、試乗者のおかげですからね。この10万円ないと俺何もないからね、うん、もうほんとただのニートになっちゃうからね。圧倒的シェシェです。ゾイドも圧倒的シェシェです、うん、あとニートは送ってくれないかな。やめなさいほんと。はい、まあ、ゾイドも組み立てたし、いい背景も見つけたし、素晴らしいでした。なんでいい背景って、うん、違うんだよ、銀の盾ね。もう視聴者が全員全員ちょっとつなげて、ついにこの盾を届いたんですよ。そう、素晴らしいです。もう俺と視聴者、視聴者と視聴者の絆です。うん、そしてそれを守るゾイド。完璧。それが言いたかったの。もっと高みを目指して、登録してくれる視聴者様たちに自慢できるようなチャンネルをしていきたいなと思います。なのでちょっとこれからもちょっとチャンネルを応援よろしくお願いします。まあ俺ができることはもう本当あの動画を上げるしかないんですよ。なのでゴールデンウィーク毎日動画投稿いたします。まだ1本も作ってないんですけど、なので引き続きちょっとよろしくお願いします。楽しみにしてください。あとはあのちょっと女性が来たらちょっとこれぜひ使わせてください。はい、じゃあ次回の動画でお会いしましょう。圧倒的シェシェでした。